アレクサンドル・アレクサンドロビチ・ジルキンは、ロシアの政治家。2004年12月からアストラハン州知事を、約14年間務めた。アストラハン州、ボロダルスキーチセ・チクツェベトノエ村出身。1981年、アストラハン教育大学物理学、数学学部を卒業する。大学卒業後、教職につき、カスピ第8学校校長まで務めた。 1986年からコムソモール専従となり、1988年アストラハンチクコムソモール委員会第一初期、1990年ロシア最高会議大議員に選出される。委員内では会派、改革に参加し、最高会議青年問題委員会と憲法委員会に所属した。1991年8月のソ連8月クーデターでは、 エリツィン側に立って、ロシア最高会議ビルに立てこもった。クーデター失敗後、自由ロシア4号メダルを受けている。1991年アストラハン州行政府第一副代表に任命される。2004年8月17日、当時のアストラハン州知事だったアナトリーグ・グジビンロ氏に、友内知事に就任する。2004年12月5日、州知事選挙の 1> 第1回投票で65.34%の票を獲得して当選した。2007年ロシア会選挙には、統一ロシアの地域比例代表リストの筆頭に掲載された。1996年ロシア、連邦大統領附属公共政策アカデミーを修了し、経済学博士候補、生物学博士号を取得。アストラハンコー大学名誉教授号を授与された。 このほか、上述の自由ロシア用語メダルのほか、友好勲章、名誉勲章、ロシア正教会ラドネジの聖セ,セルギー一等賞を授与されている。私生活では、ベーラ・ビクトロブナ・プ人との間にナターリアとイリーナの辞女を設けている。ベーラ夫人は前へのステップ基金創設者。名称は非公開だが商業銀行の株式を保有している。 少女のナターリア・アレクサンドロブナジ・ルキナは住宅管理運営会社、ベレグ社の創設者。2018年9月26日に知事退任。ありがとうございます。